初めて生誕行けることで、野球も見てない。え、すごいの。イチロシさん好き、ありがとう。フォクピグさんありがとう。ペンギン圧勝でしたか。でもさ、大谷選手がさ言ってくれてるから、もう絶対何が何でも、もう絶対今年は勝ってほしいよね。愛知ピアス開いてます。開いてるメンバーなんか結構最近多くて、花さんとかも開いてるし、ね、もうつけないんだけどな。13-4、名古屋大スティック早い。ダーボールの秘密の部屋教えません、教えません。3人の秘密。亀さん、葵ちゃんさんありがとう。福清さん、千代さんもありがとう。鑑賞さんありがとう。今日は4年、初日初日から4年がかったった今日4年ってことね。ありがとうございます。さしてくれな、なんだなんだ。懐かしい気持ちになった。なんか写真をさ、何え、あ、載せなきゃと思ってめっちゃあの遡って見てたら、うわ懐かしいと思って、もうマジで、うん、なんかちょっと戻りたい気持ちにもなったし、楽しかったよなみたいな。楽しかったなと思いつつ、子供のアカウントだけど葵ちゃんさんありがとう。福清さんありがとう。千秋楽おパケさんありがとう。初日会ってた方いいのかな。ダミンさんありがとう。そうそうそう、劇場 AKB さんの劇場にもね立たせてもらったし、ノーパラで出張公演ね、すごい今考えたらありがたかったね。ノーパラの写真出てきた。2日目行ってて、あそうなんだ。あーでもほんと懐かしいね。もうね、ほんとに初日はタルさんありがとう。初日やっぱね、あのノーパラやるって決まってから、なんか最初どういう気持ちだったかなと思って、でも正直私やっぱノーパラをやるってなって、いろいろその公演の中でのなんて言うんだろう、ご規制の中でのその、 あのノーパラのその立ち位置があんまり良くなくて、うん、良くなくて、なんかすごい悔しかった気持ちがあったね。うん、確か、うん、なんか悔しかった気がする。だから初日めっちゃ頑張れ、初日っていうか
絶対この公園で見つけてもらうんだっていうのが気持ちになって、なんか頑張ってた気がするんですよね。だからそう、 MC でもそのユニットとか、まあ、パフォーマンスの面でもなんか絶対爪痕を残していくぞみたいなすごい気合い入ってましたね。なんかそう気合い入って、今見たらやばいんだけど、それぐらいね、なんかこう貪欲なの、なんかそんな感じの気持ちでやってた気がする。そう、あんまりなんかいいポジションではなかった気がするんだよね。だからちょっと悔しかったなみたいな気持ちがね、多分懐かしいんですけどあったような気がする。だからそこで最初日を迎えて思ったよりもなんかすごい褒めてもらえたんだよ多分、確か。でファンの方とかもノーパラ新規の方とかもちょっと増えたりした気が、なんかそのキミオペガサスとかで見つけてくれた方もいたし、赤のとか MC とかで見つけてくれた方もいたり、だからあの脳内プラデス公演があってよかったなというか、一つ殻を破れ、まず一番最初に殻を破れた場所ではあるかなって思いますね。ペンギンさん、タータンさん、ありがとう。スイちゃんありがとう、葵ちゃんさんありがとう、一応様ありがとう、赤ペガね、双眼鏡さんありがとう。うん、本当に。あ、え？アバター配布されてるようだった。そうなんですか？1348。ハーモニカ、ハーモニカ、ね、楽しかったな。楽しかったっていうかな、本当に頑張って、愛知がもらって嬉しいプレゼントなんですか。なんですか、なんだろう、今欲しいもの、帽子この前もプレゼントなんかもらってるんです。帽子なんかあっても困りませんね、ニューエラの帽子。でもさ、アイディア買おうと思ってたのにさ、なんか入荷が4月みたいな書いてあったからやめちゃったやつあって、店舗で買うのが一番なんだと思うんだけど、あのあれちょっと小さめっていうのかな、じゃあ小さめじゃないけど、なんかすごい ドシンプルなやつは私持ってないんだよね。ニューエラの一番シンプルなやつ持ってないんですよ。 ドシンプルってどれだろう、一番シンプルな、これか、この
このシンプル帽子持ってない。この N って書いてあるやつね。ペンギンさんありがとうございます。生誕祭から何かプレゼントする。プレゼント何が欲しいって、むずいんだよな。なんかじゃなんかさ、よくめあのメンバーとかにも聞かれたりすることもあるんですけど、あとあれが欲しい、あれが欲しいな。ブルーハムハムの iPhone ケースあとなんだろう、あとなんだろうな、むずいな。4月2年前くらい、2年くらい前、2021年に、え4月、そうなの、そうだっけ、千秋楽。なんかじゃあいやあのさ、だから小学の時にノーパランをやったのが謎だったんですよ。私はあれはなんていうあのあれだったんだろう、なんていうあれだったんだ、一夜限りの的ななんか復活なんであれあれだったのみたいな、でノーパラだったんだっけな、ちょっと思い出せない。やはりヤンキース、うん、ハムハム iPhone ケース、あれでおかわいいよ。ヤクさんありがとう。ジャラピ系夏パジャマも、夏パジャマ、夏パジャマあったっかな。夏パジャマ、夏パジャマはないかも、うん、ないかも。あのワンピース、半袖のワンピースみたいなのは持ってない。ジャラピキあるよね、一枚で着れる半袖ワンピースのやつ、あれはなんか楽ちんそうだけど持ってないです。ケースをプレゼントし、iPhone 何？あ、でもひじりにもタンプレを何がいいって言われてるんで、ひじりに iPhone ケースもらおうかな。ヤクさんありがとう。1回限定の復活のパラ。あれね、あれが千秋楽と思っちゃう。でも千秋楽じゃなかったんだけど、だとあ、もう記憶がごっちゃだ。メイク動画送れないんだっけ。そうなんですよ、送れないんですよね。送れるってなってたらめっちゃ欲しいものたくさんあるかもめっちゃでもないか別に、うん、スナイデルホームです。うわー、そうスナイデルホームいいよね。でも持ってないんですけど。クソハムちゃん、クソハムちゃん
めっちゃ前かな。もちきゅうさんありがとうございます。今はブルーハムハム現金手渡し。あ、でもね、それが一番自分の欲しいもの買えるよねっていう。のんぱさんありがとう。あ、知恵の、あ、難しいやつ欲しいの。ちょっとやってない、あの1回限りだ。たーさん、ずっと好きだよみたいな今来たんだけど、何何このギフト、すごっ。何が送られなきゃ、何だろう、なんかあれがダメなの。あ、ずっと好きだよ来た。くにしょんさんありがとう。アニメーションか、なんかメイク系のやつとか、なんかでかい、でかすぎるやつとか、あと電子機器とかダメだね。なんか1万円以内ってむずいですよね、皆さん選ぶのね。多分タモちゃんさんありがとう。ブルーハワイなんでだよ。うん、タモちゃんありがとう。なんかあれあれ、ファンレターって項目に送れない。ああ、難しい。なんだっけな、あ、なんかもうあれ、ソフト最近ゲームできてないな。でもでかいやつ1万以内だった気がする。なんかいろいろ直接肌に触れる系のやつとかそういうのダメだね。そのなんか、なんて、ああいうコスメ、そうそうそう、タンプレ買いました、ありがとう、嬉しい。なんか、あ、そう、ゲームのなんかソフト、でも最近やったじゃないよね、言うて。スイッチなんで私。あー、やばいやばい、なんか来た。あ、おいちゃんさんありがとう。たまちゃんさんもありがとうね、ずっと好きだよ。花セレブめっちゃいいかも。投げキスは直接鼻に触れないのでセーフ。何を言ってるんだい。鼻セーブいいね。タモちゃんさんありがとう。靴大丈夫です。いや、靴とか。だ、高いじゃないですか、そういうなんかいいやつってね。りょうさんありがとう。なんかいいやつって高いでしょきっと。1万円こう渡しちゃう、なんか選ぶの難しそうじゃない、1万円以内で。結構たまに送ってきてくださる方いるんだけど、ありがたいよ本当に。 BB さんありがとう。ヤクさん、ワイが鼻かんだ後に乾かしてリサイクル鼻セレブでいいか、は、いいわけないだろ。BB さんありがとう。肌触れるんだね、確かに本当にそうだ、わからん。BB さん、タータンさんありがとう。全員集合。あ、ありがとう、ポストガードの、ありがとう、わざわざ頼んでくださった。ディーブラウン来て、来ました、嬉しい、ありがとう。顔は好みです、ありがとうございます。
話せれば自分で私買ったことないかも。そんな違うかな、やっぱ違うか。葵ちゃんさん、福ペグさん、ありがとう。おお、12日か、パチャドラか。話せき、食え、食べれるの、あ、すごいね。でもそれほど水分量が多いみたいな感じだよね。確かに最悪食料にもできるっていうことはね、うん、飢え死にしそうになった時は。中さん、ありがとう。ゆうつのばさん、ありがとう。大きさ限界、あ、制限あるんだ。大きさね、むずいね、大きさ制限。あと5分です。意外と、すいません、今日遅かったからね。むずいね、プレゼント何が欲しいって、ね、すぐにパッて、むずいな。出る、出てはなんだろう。KSK さん、ありがとう。6月お話がとって、マジで嬉しい。ポテチさん、ありがとう。忙しい日続きますよ。ゴリゴリに続くよ。ダンボールいや確かに。あ、リハは今日でね、終わって、そう、本当に良かったと思いつつも、もう忘れちゃいそうでちょっと心配だ。あ、ムック本は、そうですね、見てください。寝ますか、寝ましょう。3分、わー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 。なんか明日もお仕事頑張ろう。1ヶ月先、1ヶ月なんだ。福清さん、ありがとう。じゃあランキング読みます。13位谷川徳さん、12位 PKS さん、11位奈緒さん、10位福清さん、9位一郎さん、8位フォーコさん、7位 MJ さん、6位 BB さん、5位ターさん、4位タッタンさん、3位国翔さん、2位たまちゃんさん、1位葵ちゃんさんです。ありがとう。今日は夜更かしする。おお、今日金曜日、えか、うわー、夜更かしできるね、みんな。いや、でも明日お仕事の人もいるか。私はちょっとまだ寝れない。やることやります。はい、ありがとうございました皆さん、おやすみ。土日仕事も、私もだ、私はもうずっと仕事だ、頑張るぞ。
バイバイ、おやすみなさい。